さあ、本日も始まりましたのリバーサー TV よろしくお願いします。さあ、パスタとですね、こちら唐揚げですね、鶏のささみでございます。そしてこちらチーズ乗ってるのは、こちらトマトなんですね。めちゃくちゃ美味しいです。さあ、食べてみましょう。はい、今日は疲れましたんでね、まあね、ゆっくり食べたいと思います。はい、うん、カリカリしててですね、海苔がかかってて美味しいとね、いう感じなんですけどもね。はい、夕飯をひたすら食べる51歳と。で、今食べたのはですね、これ柿だったんですね。ちょっとサラダにあったんですけども、なんかよく分かんなかったんで、なんだろうこれってことでね、食べてたのは柿だったね。美味しかったですね。で、パスタを箸で食べるね。結局この食べ方が一番食べやすいじゃないですか。フォークでやるよりどうですかね。はい、もうずっと僕はね、箸でね、食べてますね。ライフうまいとね、いうことなんですけどね。パスタね、パスタなんでこんなに美味しいんでしょうね。はい、なんで美味しいんでしょう、こんな。さあ、こちらがですね、マグカップ、ね、ちょっとね、拡大しましたね。宣伝なんでしょうかね。すずりというサイトですね、吉田のりばさ、のりばさ TV グッズがね、買えますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、出ました、こちらパクリいきましたね。トマトとチーズ、ど真ん中ですね。美味しさど真ん中っていう感じですね。はい、トマトとして、まあ、なんかね、ちょっと組み合わせ的にどうかなと思うんですけど、非常に美味しかったです。はい、そしてドレッシングね、かけて、いよいよ先ほどのサラダですね、食べたいと思います。先ほどでもう柿で食べちゃったんですけどね、こちらで、キャベツ、ね、レタスですかね、千切りしたものですね、食べておりますけどもね、美味しいです。食感もね、シャキシャキしてね、非常に美味しいですね。はい。出ました。また柿ですね、こちらはね。さあ、そして、食べております、食べております。まあ、この辺りでですね、ちょっと これがまたあれですね、ささみですね。このささみがですね、この海苔をかけたというのはね、ちょっとね、あまり今までね、あんまり食べたことなかった感じだったんですけどね、非常に青のりパラパラっとね、かけるだけでもですね、その塩味が効いていて非常に美味しいですよね。のりばさ TV マグカップ、ぜひよろしくお願いします。金額は忘れましたけど、そんな高くないです。 T シャツなどもねございますんでね。はい、そしてこちらパスタですね。はい、これパスタというね、時間が経ってもなんでこんなに美味しいんでしょうかというね、感じですけどね、すごい勢いで食べてますけどね。はい、かなりですね、お腹が空いてましたね。うん、ちょっとね、非常にですね、精神的にハードなね、仕事終わったんでね。はい、ただです、この51歳のですね、この絵面でちょっと持たないなと思ってですね、ちょっと可愛いキャラクターをね、下に、登場させてですね、ちょっとこの動画、ちょっとね、ほんわかとね、するようなテイストをですね、今ちょっとね、入れさせていただきました。ちなみにこの飲んでるのはですね、何でしょうね。はい、1番、水。2番、麦茶。3番、アイスコーヒー。さあ、何でしょうかね。チッチッチッチ、正解は2番でございますね。麦茶。ね、これが柿なんですよね。柿を改めてこのようなサラダみたいな、ね、形で食べるってのはね、あんまりなかったんでね、ちょっと、斬新って新鮮でございましたね。はい。うん、柿ね、丸ごと昔ね、よく食べてました。さあ、こちらね、ささみですけど、ひたすら食べておりますけどね。はい、とりあえず、こちらですね、チーズとね、まああれですよね、パスタ、じゃなくてそのピザですね、ピザの上にですね、トマトをね、スライスしたものを乗せるようなことありますよね。そしてチーズをね、みたいな感じで、はい、まあ、そんな感覚でしょうかというね、感じですけどね。これチーズだけがですね、なぜかなんか余っちゃってたかね、なんか落ちてたかなんかですね、食べましたということで。はい、マグカップが何度も何度も出てもちょっとね、下の方かけちゃったりしてるんですけどね。はい、マグカップ、 T シャツ、帽子なんかもございますね。よかったら、すずり、のりばさ TV ね、検索していただければですね、出てくるかなというところですね。まあ、とにかくですね、もうひたすら食べておりますけども、これはですね、ちょっと早送りでもした方がいいんじゃないかとね、ちょっと思いました。今後ですね、ちょっとね、早送り、するなりなんなりね、ちょっとしようかなというふうにね、ちょっと今ね、学習しましたね。なんだったら今からでもいいですよね。よし、じゃあ今からですね、早送りしましょう。残り少ないですよね。はい。
さあ、ということで、早くになりましたね。パクパクパクね、食べておりますけどね、すごい勢いでございますけどね、不思議なもんでね、早くになると自分のね、あの口も早くなっちゃうと、ね、いう感じです。さあ、脱ぐか。脱ぎます。ネクタイを。お、普通のスピードの戻ったネクタイ取った。あー、疲れた。今日の仕事も疲れたというね、感じでございますね。はい。ねえ、とりあえずちょっと、やっと、ちょっと肩の上に降りたかなっていうところですね。そして再び早くにね、パクを食べております。はい、ごちそうさまでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。キラキラと光